こんにちは、市役所です。続いて後半は、障害のある人もない人も共に暮らすためにというテーマで、障害福祉課の中村さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。突然ですが、森田さんは障害者差別解消法はご存知ですか？そうですね、障害を理由とする差別の解消を目的とするものでしたっけ？はい、よくご存知ですね。この法律は障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関、民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定められています。すべての国民が障害の有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とし、平成28年4月1日に施行されました。それともう一つ、滋賀県差別のない共生社会づくり条例はご存知でしょうか？いえ、どういった条例なんでしょうか？はい、この条例は滋賀県にて障害のある人もない人も、お互いがその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現を目指すため、すべての県民及び事業者に障害を理由とする差別を禁止するとともに、合理的配慮の提供義務として令和元年10月1日に全面施行となったものです。そのような条例が施行されていたんですね。障害を理由とする差別というものを具体的に教えていただけますか？はい、誰もが納得できる理由ややむを得ない理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否したり制限したりすることを言います。なるほど、分かりました。ではもう一つ、合理的配慮の提供とはどういった配慮を行うものなんでしょうか？はい、障害のある人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合に、はい、負担が重たくない範囲で配慮を行うことです。例えば聴覚障害のある人から手話での会話を求められた場合に、手話ができなければ筆談で応じることや、視覚障害のある人から展示の資料を求められた場合に用意をすることなどが挙げられます。なるほど、こう自分ができる範囲での配慮をするということなんですね。お互いの事情を理解して、その時々にできる配慮を具体的に実践することなんですね。はい、その通りです。話は変わりますが、森田さん、こちらのマークご存知ですか？ちょうどそれをつけている方をこの前見かけました。はい、これはヘルプマークといって、妊娠初期の人、義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人など、外見からは分からなくても援助が必要な人のためのマークです。はい、ヘルプマークをつけている人が困っているところを見かけたら、積極的に声をかけて何かサポートできることはないか聞いていただき、席を譲るなど思いやりのある行動をお願いします。はい、そのヘルプマークをつけていらっしゃるとお声もかけやすいですよね。障害のある人もない人もお互いのことを思いやって行動することが大切なんだということがよくわかりました。はい、最後に、12月3日から9日は障害者週間となっています。障害のある人もない人も共に暮らすために、自分たちにできることを今一度考えていただく機会になればと思います。後半は、障害のある人もない人も共に暮らすためにというテーマで、障害福祉課の中村さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。